今月24日に高知競馬場で行われた第10競争で、目作大輔級者所属の塚本雄大、塚本雄大、騎手が落馬し、死去したことが分かった。25歳、高知競馬が公式サイトを通じて伝えた。公式によると、高知競馬第1日、10R 第3コーナーにおいて、4番コスモシーウルフ号が他の馬とは関係なくつまずき、 起乗する塚本雄大騎手がバランスを崩し落馬。直ちに救急車で高知市内の病院に搬送され、治療を行ったが、同日死亡が確認された。謹んでお悔やみを申し上げますとともに、心からご冥福をお祈りいたします、と追悼した。塚本さんは2016年4月にデビューし、同年6月4日に初勝利。 地方通算318勝。JRA でも二クラ起乗し、2着1回、3着1回の成績を残していた。